こんばんは。今日はこちらの食材を使ったじゃがバターに挑戦していきます。まずじゃがいもをよく洗います。ではお湯を沸騰させたらじゃがいもを入れます。蓋をします。だいぶ長時間煮込みました。十文字に切っていきます。バターとまたお塩を少し。北川博之特製じゃがバターの完成です。じゃがバターが完成しました。早速いただいてみたいと思います。いただきます。うまい。結構長時間ね火を通したんですごい柔らかくなってる。幸せだ。今日も大成功ですね、これ。すっごい美味しい。北海道の味だ、これ。